のエコ飯はシュークリームです。吉住さんお好きですか？大体シュークリーム嫌いなやつはいないだろう。そうですね。で今回は特に材料の牛乳にこだわりました。それがこちらの牛乳です。なんか良さげ、うん、見るからね普通のところで売ってなさそう。そうですね、高級な感じしますけど、この牛乳ですね、日本で初めてアイナレシピスタイルから生まれた牛乳なんです。本日の一皿を託す